I'll keep you safe in these arms tonight. Hold on to me, pretty baby, and you'll see I can be all you need. And you'll see I can be all you need. That boy DJ。はい、ってことで新しい週が始まったというわけなんですが、これ見てください、これ何の足音ですか、これ。これ何の足音わからないんですけど、なんか足跡ありますね。まあ、ちょっと今からね、ちょっとディナー食べに行くんでね、それちょっと楽しみにしてください。はい、ってことでですね、まあ、ディナーを食べに来たというわけで、こちらね、名前ちょっと残し出しとくんですけど、ソウバンコクですね、に来ました。まあこうね、五つ星ホテルっていうとこいうことで、かなり人気なとこみたいですね。ということで7階に行きたいと思います。ってことでですね、まあ、到着したわけなんですけど、はい、まあ、とりあえずすごいっていうことで、まあ、今日行くのが29階なんですけど、ちょっとね、軽く見ただけでもやばいんですよね。あっちがビュッフェみたいな感じなんですけど、まあ、これがね、タイの、まあ、言ったらもう、わかります?日本でこういうとこないじゃないですか。なんかもう発展途上って感じで、なんかもう、差がすごいって感じですね。あっちはあっちでなんかいろいろあるんで、まず29階聞きたいと思います。ってことで、29階が一番上っていうわけなんですけど、見てわかるとね、これ、ホテルルームで、ウォーターエレメントとか、こんな感じで、ね、アースエレメントとか、ウッドエレメント、メタルエレメントみたいな感じで、いっぱいあるんですけど、おーっと、なんだこれは。おーすごい、タイあるあるなんですけど、これ受けないといけないみたいですね。まあ、1回500円ぐらいで唾液の検査をして陰性だったら入れるみたいな感じです。ってことで到着しました。デートスポットどういうことやった？1人で私知ってます。デートスポットどういうことやった？はい、ここで、まあ、夜景を見ながら楽しめるって感じです。だから夜景見てください、やばくないですか、やけ。見てください。これを見ながら晩ご飯を食べられるっていうわけです。ということでですね、まあ、席を移動いたしました。はい、まあ、見てわかる通り、こっちの方がやけ綺麗って感じですね。まあ、今からね、ディナーが来るのでね、そちらね、楽しみにしていってください。ということで、料理が届きました。ということでね、まあ、そんなに美味しそうじゃないんですけど、まあちょっと、まあ、安かったんで1200円ぐらいだったんで、まあ食べていきたいと思います。はい、ってことで感想の方を述べていきたいわけなんですけど、あのこれあのレンチンのピザよりまずいです。はい、でこれはあの誰でも作れるあのチャーハンです。あの来たの間違いでした。まあでもここはね、夜景のために来てる場所なんでね、まあ夜景のために払ったって言えばまあ悪くないでしょう。ですがまあ個人的には5つ星の終わりにはここのところはあまりおすすめしないんで、まあ流れ方にビュッフェあったんで、そこのちょっと興味あるって感じですね。はい、ってことでですね、まあ、こちらね、エンコーティアっていう、まあ、バンコクでもね、まあ、結構有名なショッピングセンターなんですけど、今現在なんとね、たまたま今日来たらね、これカブ M ギャラリーって書いてるんですけど、これどういうことかと言いますと、これビット株っていう、まあ、出してるんですけど、まあ、タイで一番有名な取引所なんですよ。で、まあ、タイではめちゃくちゃ、まあ、税金がねもうなかったりとか、まあ、それで、まあ、タイに引っ越してきたわけなんですけど、まあ、いろいろ優遇されるんですよね。でそれでこのビット株の取引所のギャラリーがあるっていうことでね、ちょっと見ていきたいです。まあこんな感じで、まあ、ぜひ9階にあるんで来てみてください。で見てください、この T シャツとかビット株取引所でめっちゃ材質もいい。リップル、株コイン一応ね持ってます、ホールドしてます。でイーサリアム、ビットコインで見て、ユニスワップ、これ可愛くないですか、ユニスワップ。ユニスワップいいっすね。で同時ギャング、これいいですね、同時ギャング。クスマ、クサマって、クサマもあります。同時ギャングで普通にビット株の、まあ、T シャツって感じで、まあ、実際にねこんな感じで、まあ、購入することができると。そしてまあなんかこんな感じでフィギュアもありますと。ちなみにちゃんと撮影許可は取ってます。はい、ちゃんと聞きましたので。そしてまあこんな感じで帽子もあって、まあ傘もあると。 Ask me about Bitcoin ということで、ビットコインを私に聞いてください。
ツイートもあるし、すごいですね。これは何ですかね、ビットコイン101とかワイヤレスパワーバンク、って感じで、何ですかねこれ。本っぽいですね、ビットコイン101ってことで、なんか本っぽいんですけど、ちょっと見てみますね、ちょっと軽く。タイ語で多分ね、ビットコインとは何かっていうのを見せてくれてると思います。そして見てください、これ本物のマイニングのマシンです。これを使えば、すげえイーサリアムのマシンです、これ。これを使えば1イーサー月、毎月もらえるみたいです。あ、触ってはいけないみたいですね、ファンに。すごっ、これ1イーサーもらえるみたいで、電気量とかちょっとタイ語とかで分かんないんですけど、これで1イーサーマイニングできると。こんなでっかい機械でですよ。これも、あ、動いてますね、これマイニングしてます、現在これマイニングしてますね。で、まあ、こちらに行けばなんか印刷機があって、よくわかんないんですけど、まあ、T シャツがあるとっていう感じですね。ちょっと、まあ、いつまでこのねブースやってるかちょっと聞いてみようと思います。 Excuse me, how long do you have this booth? How long do you have this for? Here? Yes, 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 yes. You mean it's open? Yes, yes, yes. How long is it open until? We open until 2 p.m. No, 8 p.m. 8 p.m. I mean like, So like, when are you, like, how long are you having this booth for? Like, March? Here? Yeah, March, April. Actually, okay, okay. ちょっとわかんないみたいなので聞くみたいですけど、まあ何月までやってるかわかんないですけど、ちょっと可愛いんで、これ買うのありっすね。ユニスアップがいいですね。これどれがいいっすかね。これいいですね、イーサリアムとかも。これ可愛い。ちょっとね、考えてちょっと買おうかなと思います。ってことでですね、T シャツを、ってことでですね、 T シャツを買おうと思って、この同時と、ビットコインとイーサリアム1枚約な1700円とかでめっちゃ安いんですよね。550バーツなんで、これを買っていこうかなと思います。で、個人的にユニスアップも買おうかなと思ってるんで、まあ、ユニスアップもちょっと買いましょうか。はい、ユニスアップも買って、この4枚ちょっと買おうかな、買います。ってことですね、まあ、会計は別って言われたんですけど、すごくないですか、これビットカーブ M ソーシャルっていうのがずらーって並んでですね、ここまで繋がってる。あ、ここで会計するんですかね。あ、ここで会計するみたいですね。ちょ、見てわかる、見てください。ビットコインのタイバーツでのチャートとか、ビットカーブコインとか、こんなんかテザーの価格とか、イーサリアム価格もとかもあります。こんな感じのオフィスです。はい、ってことでですね、まあ、ディナー食べに来ましたと。ってことで、銀座しゃぶ店っていうね、まあ、日本にあるか分かんないですけど、まあ、高かったです。1つ、まあ、8000円ぐらいです、これ。で、見てください、この肉、何牛使ってるか分かんないですけど、もうマジで、あの、うまそうです。ってことで、まあ、5分待ってから入れたらいいらしいんで、まあ、すき焼きと、まあ、昆布あるんで、まあ、これはね、食べていきたいと思います。一人で全部食べすぎやろ。はい、ということで、デザート全部ね、平らげたんですけど、デザートこれ見てください。これ抹茶アイスですよ。何これ。で、あの、これミスったんですよね。オッケー、ポックンクラップ、ポックンクラップ。ミスってね、これここ置いちゃったんですよね、ミスって。はい、バカなんで。でもこれちょっとね、味レビューしていきたいと思います。何これ、シャーベットみたいですね、これ。もあ、これシャーベットアイスで、半分シャーベット半分アイスみたいな。もううまいですね。はい、ってことでですね、晩ご飯を食べてからジムへやってきましたと。で、これがね、あの、自分のマンションについてるジムです。まあ、ちょっとやばいんですけど、まあ、こんな感じでダンベルあって、そして、まあ、ベンチあって、そして器具はね、ラップルプルダウンと、まあ、その胸のやつ。まあ、ちょっとね、正直言ってね、機材足りないんですよ。あとランニングマシーンと、裏に冷水機あるんですけど、で、まあ、パンチングマシーンが、パンチングバッグですね、があるという状況です。
まあ、正直言って全然足りないんですよね、器具は。なんかどっちかといえばもう初心者向け、なんかもう軽く運動したいっていう方向けの場所で、ちょっと正直言って自分には合ってなくて、ベンチプレスなかったりとかダンベルとかも軽すぎて問題があるとかあったんで。あとですね、懸垂バーがなかったりとか、ちょっといろいろ問題がある状況なんですね。ちょっとまあ顔は映せないですけど、まあ、モザイクかかってると思いますけど、わかるかな。はい、まあ、ちょっと今減量してて、まあ、ピークの時の写真がこちらなんですけど、はい、まあ、ベンチプレス130キロ上げてましたと。で現在ね、まあ、80キロから74キロまで、まあ、1ヶ月ちょっと落とすことができまして、はい、2ヶ月くらいか、まあ、まあ2ヶ月、まあ1ヶ月ちょっとですね、1ヶ月、ほんまに1ヶ月ちょっとで落とすことができましたと。1ヶ月半ぐらいで、でまあまあ60キロ台入ったらいいかなって感じなんですけど、まあちょっとそこはちょっと筋肉量的に難しいって感じなんで、まあそこまで痩せたいってわけじゃないんで、まあ筋トレの動画もね見たかったらね、まあリクエストに応じて出していきたいと思うんでね、まあミスター剣の筋トレコーナーみたいなの作りたいと思います。ということでですね、ムエタイやってきましたというわけなんですけど、まあ実はですね、まあ趣味の方でねムエタイをやっている状況でして、まあムエタイね、まあセミプロのトレーニングしているみたいですのでね、まあ楽しんでねやっていってる状況です。なので今からねスパーリングじゃないか、まあ、ミット入っていくんでね、こちらね撮影します。はい、ということでですね、まあ、こちら今現在ね、これねサイアブっていう、まあ、バンコクで最も大きい一つの、スーパーマーケットというかもうショッピングモールに来ました。でここ王族が絡んでるみたいで、まあ、王族に守られてるよみたいな感じです。でサイアム高島っていって、まあ、高島です、こう日本である、まあ、バンコクの高島っていうことなんですけど、まあ、今からねその友達の寿司を食べに行くっていうことで、まあ仮想通貨界で出会った人なんですけど、その方がねなんと、こちらでね店をやってるということで、めちゃくちゃ美味しいんですよね。今まで食べた寿司の中で一番うまいぐらい寿司美味しいんで、それをね今からね友達と食べに行きます。はい、ということでですね、今ですね北海道カムイっていうねタイでの僕の中では一番うまい、なんなら日本でも一番の、もう今まで食べた寿司で一番うまい店です。はい、でこの方が、はい、こんにちは。はい、この方がですね、私にツイッターの DM を送りまして、ご馳走してくれたと。そしてその後、ずっと仲いいって感じですね。はい、よろしくお願いします。で、ツイッターもやってるみたいで、はい。はい、言います？あ、タックマンやります。タックマン？じゃあ、あと何々置いときます。で、はい、これマジでうまいですよね、これ。ほんまにレベルが違うぐらいの寿司の美味しさなんですね。うまそう。めっちゃうまそうっすね。これもこれですね。これも何？しゃぶしゃぶ？でもしゃぶしゃぶです。私2日前しゃぶしゃぶ食べたんでこれにしようか迷ったんですけど、まあもうサーモンがめっちゃうまそうっていうことで、はい。マジでもう皆さんここあのサイアム高島山っていう場所にあるんで来てください。はい、こんにちは。ってことでですね、今病院にいます。で、まあ、タイに移住して多分。まあ、さまざまな人が不安になると思うんですよね。まあ、医療施設はどうだみたいな。
どうなるの、タイ語一切わからない、英語わからないけどなんとかなるのっていう方いると思うんですけど、心配ありませんと。なんだね、ここのねサミディベート病院っていうところなんですけど、なんともう日本人ウェルカムみたいな場所なんですよね。はい、見てください、もう日本語でカウンターとか書いてまして、もう日本人専用の場所もあるんですよ。だからここでもう日本人のスタッフがいて全部説明してくれます。そして通訳士もつけてくれるんで、もしまあその費用も含まれてるんで、見てわかる通りね、日本人相談窓口っていうことでサミディベートって感じで、もう何の問題もないですよって感じです。今回ですね、ちょっとここですね、皮膚科の方に、まあ、行く感じなんですけど、言ったら何の心配もいらない感じです。でここで PCR 検査も、まあ、受けることができるんで、まあ、海外渡航する際も、まあ、全部日本語で対応してくれるんで、まあ、何の問題もないですよって感じです。結構広い病院になってます。はい、ってことで1日の終わりです。そして最後にですね、やっと自分の部屋が完成したというわけで、こちら紹介していきたいと思います。ってことでですね、はい、見てください、画面3つついにね、モニターがつながりました。そしてここにまあチャートも載せていく感じです。そしてまあこちらに 4K カメラ、まあ、これでまあ撮影していきます。そしてカメラここに置いてですね、三脚に置いて、まあ、この姿を撮影していきます。そしてもうオキュラスね、2つ買ったんで、もう1個はそこにあるんですけど、まあ、4万ぐらいするんでね、高いですね。でキーボード、これめっちゃおしゃれじゃないですか。そしてマイクが、これはスタンドマジで、スタンドが届いたらもうほんまに完成です。そしてキーボードでいつも使ってるノート PC、 そして今 iPad Pro ですね、iPad Pro って感じでございます。ってことでね、まあ今週はですね、本当に、まあ、いつもの前撮った時は1日をまとめただけなんですけど、今週は本当に1週間のまとめって感じです。ほんまに毎週こんな感じで、もちろんね偏りはありますけど、まあ、1週間のバンコクでの生活をお送りできたかなと思ってます。今後はですね、なんとですね、まあ、来週はねプーケットに行くんですね、まあ、ここ今日土曜日撮影してるんですけど、明日日曜日からプーケットに行くので、まあ、来週はねちょっと面白い、来週は面白い回になると思います。大物スペシャルゲストも出ます。あのかの有名なあのポーランド人です。はい、ということで今回終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。こういうね仮想通貨トレーダーとしてのブログを見ていきたいという方は、高評価、そしてコメント、そしてチャンネル登録、そしてツイッターフォロー、そしてディスコードグループ説明欄、そして有料グループも見ていってください。終わりたいと思います。景色47階の景色です、これが。はい、終わりです。ご視聴ありがとうございました。